やってきました。掛川森林果樹公園アトリエ、こちらね、静岡県掛川市にあります。季節野菜を使ったねビュッフェのレストランでございます。もちろん食べ放題、もうお腹ペコペコ。営業時間はね11時から15時。地元で育った新鮮野菜たっぷり、ここだけのテイクアウトっていうのがやってるね。季節の彩り弁当1000円とかね、お好きな料理をパック詰めできますと。へえ、ビュッフェのねお料理をねお持ち帰りできるってことね。 L サイズ950円、 M サイズ760円なんだ。カレーなんかもねお持ち帰りできるんだね。それでは店内行ってきます。はい、今日はねこちら開放的なテラスでランチでございます。テラス席は初めてだな。何度かねお邪魔して食べさせていただいてますけどね、今はね5月不安イライラから抜け出せっていうことでねメニューが出ています。掛川産新じゃがとブロッコリーのピリ辛炒め、掛川産キャベツとツナの塩昆布和え、スナップエンドウとかね、トマト、いいねいいね。最近野菜取ってないからな、今日はね野菜をたっぷり取りたいなと思ってねこちらやってきました。ほらほらいっぱいあるよ、お野菜を中心にしたビュッフェ食べ放題コーナーね、いろいろ取っていきます。掛川産ほうれん草と春雨のエスニックサラダだって。へえ、いやトマトいいね、掛川産トマトオニオンサラダだって。はい、卵サラダあります。もやしのナムル、わかめの韓国風酢の物、掛川産キャベツ、ツナの塩昆布和え、掛川産人参のフレンチサラダ、かぼちゃのサラダに甘松小松菜のチーズサラダだって。へえ、ピリ辛こんにゃくもあります。カレーのピクルス、グリーンサラダにかぼちゃの蜂蜜炒め、カリフラワーとアボカドのバターグラタンだって。これ出来たて掛川ほうれん草のキッシュだって。はい、オムレツもあります。黒いチンゲン菜のカキソース炒めだ。はい、こだわりピザ、これも出来たて。若鶏の唐揚げいきます。和牛静岡育ち入りのコロッケだって。へえ、これはね野菜の天ぷら揚げたて、ごぼうとレンコンのスパイシーサラダ。掛川産ほうれん草を使いましたパスタでございます。どうぞ。ブロッコリーのピリ辛炒めだって。はい、これ出来たて、今出来たてほうれん草のパスタ、あとは上海風焼きそばとかねチャーハンもあります。さつまいものレモン煮だって、珍しいねこれ。明太子のポテトサラダもあるよ。あとは野菜うどんにパンがあります。あとは白いご飯、はい、こちらにはカレーもあります。玉ねぎのスープもあるよ。サーモンのカルパッチョなんかもあるね。あとはフルーツがいっぱい、お、甘味もいっぱいあります。シュークリームにわらび餅、スイートポテトにキャロットドライ、甘夏スイーツもあります。オリジナルクッキーもあるね。あとはロールケーキにカットケーキ、お、水まんじゅうに自家製のプリンもあるね。フルーチェやコーヒーゼリーもあります。あとはね、ドリンクコーナー全部飲み放題、食べ放題、すごいね。はい、取ってきたよ第1弾でございます。それではいただきます。今日はね、野菜中心で、ね、最近野菜全然食べてないですからね、もう肉ばっか、全然ダメだね、体おかしくなっちゃう。今日は野菜を中心にたくさん食べてきます。ほら、トマトか、掛川産トマト、うん、まあ、トマト美味しい。ほうれん草と春雨みたいな、キクラゲとか人参も入ってます。うん、うまっ。
はい、こちらはね、卵サラダ。これがね、ごぼうの唐揚げ。うん、うまい。これなんだっけ、ズッキーニ。うん、うまい。掛川牛を使ったコロッケ。これうまっ。このコロッケのね、味がね、甘いやつがね、僕好きなんですよ。これちょっと甘めで美味しい。はい、ブロッコリー。はい、ポテト。はい、レンコンサラダ。うん。はい、唐揚げ。第1弾完食、第2弾行ってきます。はい、第2弾取っていいで。第2弾はね、玉ねぎスープとカレーでございます。もっとね、いろいろ取りたかったんだけど、今ね、激混み、大行列で行ってます。11時10分ぐらいに来たんだけどね、その時はね、結構空いてたんだけど、今激混み、やばい、ほぼ満席状態。まあ予約もあるって言ってたんでね、よかったな、早く来て。もう遅く来たらね、入れなかったね。さあ、スープ。ああ、うまい。ああ、これはね、体に染みる、体に優しいスープって感じ。カレー食べます。カレーね、玉ねぎいっぱいだった。玉ねぎを使った料理多いね。まあ嬉しい限りだった。あれうまい、ビュッフェレストランのね、カレーの中ではかなり美味しい方じゃないかな、これ。いや、カレーおかわりしたいな。今日カレー攻めでいっちゃおうかな。はい、第2弾完食、第3弾行ってきます。はい、第3弾取ってきて。ほら、もうね、デザートでございます。飲み物はコーラ、ペプシコーラです。さあ、食べるか。でもね、これで終わりなわけじゃないです。料理コーナーがね、混みすぎてて料理取れなかった。デザート、中間デザートいきます。シュークリーム、水羊羹、わらび餅、カットケーキ、ロールケーキ、はい、プリン、イチゴイチ。このプリン、滑らかで美味しい。僕はね、硬いプリンより滑らかプリンの方が好きなんです。滑らか派です。第3弾完食、第4弾、あー、まだ混んでるな。でも行ってきます。並んで取ってきます。はい、第4弾取ってきました。野菜たっぷり。これはね、掛川産キャベツ。うん、うまい。これはね、掛川産人参。はい、トマト美味しかったんでまた取ってきました。あ、このトマトいい。うん、はい、小松菜のチーズ和え。こんな野菜いろいろ食べたことないけど、野菜って美味しいんだね。かぼちゃ、かぼちゃサラダね。これはね、かぼちゃの蜂蜜和え。おう、うまい。これはね、カリフラワーのグラタンだって。うん、優しい味。チンゲン菜のオイスターソース炒めみたいな感じ。これはね、セロリ、セロリと豆。これもうまいな。はい、こんにゃく、ピリ辛炒め。こんにゃくも久しぶりに食べたけど、うまいな。オムレツ。うん、このあんかけのソースみたいなのもうまいな。はい、第4弾完食、第5弾取り入ってきます。
はい、取ってきたよ、第5弾。第5弾はね、炭水化物攻め。ほうれん草のキッシュ、これ。うまそうだな。はい、バジルのピザ。これもピザ。はちみつのピザだ。おいしい。山菜うどん。これなんだっけ、明太子ポテトサラダか。はい、さつまいものレモン煮。はい、パスタ。サーモンのクリームパスタ。上海焼きそば。チャーハン。第5弾完食。さすがにお腹いっぱいになってきたな。さあ第6弾行ってきます。第6弾取ってきたよ、はい、コロッケカレー、ズッキーニの天ぷらもつけてきました。カレーうまかったからね、もう大体全種類食べたんで、美味しいものをおかわり。いただきます。うん、熱々で美味しい。柿の牛肉入りコロッケ、これ美味しかったからね。うん、カレーとも合うね。やっぱすごいね、人気だね。満席でございます。野菜不足解消に最高にいいね、ここ。たっぷり野菜のビュッフェだね。はい、完食。もうお腹いっぱい食べれません。ごちそうさまでした。いや、せっかくね、野菜いっぱい食べれたけどさ、食べ過ぎは良くない。もう食べ過ぎちゃった。アトリエさんはね、90分制ね、食べ放題90分制です。まあ11時15分に入って、まあ多分ね30分ぐらいしか経ってないと思うけど、もう帰ります。お腹いっぱいです。でもね、大満足、美味しかったです。ということでね、本日は静岡県掛川市にありますね、掛川森林果樹公園、アトリエさんからでした。バイバイ。